よろしくお願いします。はい、私の方から1点ご報告があります。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、本日財務省金融庁の関係省庁と連携して、官民の金融機関及び信用保証協会に対して要請を行います。これは先日設置した経営相談窓口に多くの資金繰りを懸念する声などが届いていることを踏まえて、事業者の負担軽減を図るために返済猶予など企業債務の条件変更について事業者の実情に応じて対応することを要請をするものであります。経済産業省としては引き続き現場の声にしっかりと耳を傾け、状況を丁寧に把握をし、必要な対策をスピード感を持って打てるように万全を期してまいりたいと考えております。私からは以上です。産経新聞の高橋です。よろしくお願いします。昨日有識者会議がコンビニエンスストアの在り方について報告書をまとめましたが、この報告書を受け、コンビニ各社にどのような対応を期待されるか、ご所見を伺いたいと思います。新たなコンビニの在り方検討会では、昨年6月以降、人手不足などの環境変化の中で、時代に合わせた新たなコンビニのビジネスモデルをどう構築していくかについての議論を有識者の中で深め、そして昨日報告書の取りまとめについて委員の皆様から大筋でのご了解をいただきました。報告書では、統一から多様性重視のフランチャイズモデルへの転換、加盟店支援やオーナーとの対話の強化といった方向性を示すことができたと思っております。これを踏まえて、コンビニ各社が取り組みを進め、コンビニが時代の変化に柔軟に適合し、さらなる飛躍を遂げていくことを期待をしたいと思っております。経済産業省としても、今後の各社の取り組みをフォローアップしていくとともに、提言でいただいた課題にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。よろしいですか。毎日新聞の土屋です。昨日ですね、設備重工の決算がありまして、スペースジェットのですね、納入時期の延期が発表されまして、また来年の延期、21年度以降に延期されるということでして、国としてもですね、これまで初の国産の小型鉄道の実現に向けて支援を続けてもらうと思うんですけれども、今のですね、昨日三菱重工がスペースジェット初号機の納期が2011年以降に遅れるという旨の表明をしたことは承知をしております。本件は日本航空機産業の発展のために重要なプロジェクトであります。その実現が遅れることは残念ですが、これまでの遅延の要因や得られた教訓を徹底的に精査をして確実に進めることを期待をしたいと思っております。私から以上です。よろしいですか。はい、朝日新聞の口です。おはようございます。新型コロナウイルスの件でお尋ね差し上げます。2点、1点はその冒頭のご発言の中にもありましたが、そこをもう少し具体的に教えていただきたくて、いわゆる金融機関側にその返済猶予と、いわゆるその融資の条件を、その柔軟に対応できるように要請するというところにとどまるんですか。何かもう少し具体的なお話があれば教えていただきたいです。柔軟に対応してくれということと、信用保証協会にもさらに柔軟に対応してくれと、これは間接的な形になりますけれども、当面そういう形で、国内の中小事業者、特に観光面での受け皿になっている事業者の資金繰りということで、厳しいところも出てきているということなので、こういう突発の事態ということなので、そういう対応をしてくれということをお願いしております。また具体的にいずれお話をしなくちゃならない時点も来るかと思いますけれども、今の時点では金融機関、特に地域に密着した金融機関等に
そういったことをお願いをしたいという思いであります。それで発送した。要請する相手としてはその地域の金融機関やその信用保証協会という理解でいいですか。という理解で結構だと思いますけれども、まあ、地域の金融機関といえも都市銀、まあ、今都市銀行という言い方があるんですけど、都市銀行もですね、地方にも支店がありますから、地域のそういう方々に融資をしている方、金融機関に対するものだということでご理解をいただきたいと思います。経産省として経産省と金融庁と一緒にということで、今の状況を踏まえてそういう取り組みをさせていただきますと、今日、そういう要請を行いますということですね。そのサプライチェーンの打撃とですね、その日本経済への影響について現時点で把握していらっしゃってお話しいただけるものがもしあれば教えていただけませんか。これ武漢というのは電子産業、そして自動車産業、そういったものづくりの日本の企業の現地の生産拠点でもあるということでして、まあ、こういったものがサプライチェーンの中でどういう状況になっているか、そして例えば向こうの工場の生産が中国の方針で地域によっては少しずつ春節の休みが伸びている部分もありますけれども、再開後にどうなっていくのか、さらにまたその部品ということで日本へのそういう部品の輸入があるのかどうなのか、それがサプライチェーンで代替品があるのかないのか、まあ、そういった場合すべてを想定しながら今対応をしているということで、自動車各社また現地に出ているものづくり会社等にも直接経産省として製造局が問い合わせをしながら状況の把握をし、またどういったことができるのかということをともに今考えているということでもあります。共同通信の畠山であります。すみません、日本製鉄の和歌山高炉が休止するということが報道ありましたけれども、前回ちょっと暮れの時も聞きましたけれども、こういう高炉が少なくなっていくということに対して、その計算省としての受け止めは どのように感じていらっしゃるんでしょうか。あともう一点、その鉄鋼業界に対するアプローチというのはやはりその供給方の問題をこう何とかしていくというアプローチなんでしょうか。まあ、報道はこの日本製鉄の和歌山製鉄所の報道は承知してますけれども、古社の経営に関する問題でありコメントは差し控えたいと思っております。ただこれは生産能力の余剰というかですね、過剰な生産能力の問題というのはこれ世界的な鉄鋼に関しては問題であるということで、まあ、こういった件も関係国が集まったり、また少数の国同士でやり取りをしたりということもしておりますので、鉄鋼の供給過剰問題については私どもの方でも非常に関心を持って取り組んでいるところでもあります。まあ、そういったものが国保有報道につながっているんだと思いますけど、このことも含めて古社のことについてはコメントは差し控えさせていただきたいと思います。新型コロナの関連で、先ほども研究があったと思うんですが、新型コロナ、ホンダなど自動車メーカーで、最高業務の生産停止が長期化する可能性を出ておりますけれども、それは自動車産業の影響となっています。自動車産業が数多く出ているという点では、その武漢というところの特色だと思いますけれども、まあ、報道ではいろいろ出ておりますけれども、今、各社とも今後どうするのか、部品の在庫も含めて、日本での生産も含めて、それが代替が効くのか、物流ができるのかということまで含めて、その部品の製造と組み立てというだけじゃなくて、途中の物流も含めて、今ありとあらゆる調査をしているということですので、まあ、今そういった段階だということです。よろしいでしょうか。